イテム番号。SCP-13 オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-13 は保管サイト、66で安全な貯蔵金庫室に格納されることになっています。被験者は彼らの兆候の違いをモニターされることになっています。被験者はどんな違いでも記録されることになっていて、調査されることになっています。被験者は毎日面談されることになっています。説明 SCP-13 は、類似した特徴を持った242本のタバコの集合体です。一般的なタバコとの違いは、1本1本に青インクの手書きで記された、ブルーレデイ、という単語です。SCP-013 を消費し、吸入することによって影響を受けた被験者は自分自身を不特定な女性として認識し始めます。被験者は自分が25から35歳の女性になったと説明しています。身長およそ1、6メートル、推定体重50から55キロ。目立った特徴として、黒髪、碧眼、明るい青い口紅という情報が得られています。SCP-013 を使用した直後から、被験者は彼ら自身を女性として認識します。次の週の間、被験者は自分自身の体が徐々に女性の特徴を持つものに変化していることに気づきます。この変化は全て精神的なものです。被験者の体は表面的には変化しません。彼らの自分自身に対する認識の中に限定されたものです。これらの変更は永久的なもので、不可逆です。SCP-013 はイアン・マイルスの自殺の後、彼のアパートで大きめのボールが箱に詰められているところを発見されました。アパートを調査した結果、013の影響下にある人物像と酷似した数百枚のスケッチを発見しました。マイルスの死体は机の上に伏せており、オーバードーズで死亡したと推定されます。落ちていた手書きの中の写しは下記参照。マイルスのアパートの調査の間、一人の一般人の調査者が13の影響を受けました。潜入していたエージェントは、すぐに最も近い保管サイトに連絡を取り、被験者、対象物、関連する証拠品は全て格納されました。ホイカは SCP-13 と共に得られた中。私は自分に何が起こったのかわからない。私は至るところで彼女に会える。私は彼女が誰なのか知らなければならない。しかし、覚えていられないことを知っている。私は彼女を愛している。しかし、私は彼女が誰なのかわからない。彼女はとても美しい。しかし、私は覚えていたいられない。私は彼女を知っていた。しかし、もう何も知らない。どこへ行ったのか会いたい。彼女は私に彼女の好きなフレーバーを残した。